皆さんこんにちは、鈴木久美子です。今日はバッハ作曲インベンション第9番を演奏いたします。主題もそれから対旋律も他のインベンションと比べると少し複雑だと思います。私はこの曲の内面性を表現しているような悲しみを持った旋律がとても好きです。それではお聴きください。